ールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが始まり、新幹線のホームは旅先から帰ってきた多くの人でにぎわっています。去年と一昨年はゴールデンウィーク中に新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令されていましたが、今年は3年ぶりに行動制限のない大型連休となりました。連休を行楽地やふるさとで過ごした人たちの U ターンラッシュが始まり、 JR 新神戸駅では久しぶりの遠出を楽しみ、土産物の袋を手にした家族連れらの姿が見られました。おばあちゃんち、おばあちゃんちできた。いとこと遊んだ。楽しかった。楽しかった。めっちゃ久しぶり、3年ぶり。3年ぶり久しぶりにおじいちゃんおばあちゃんと会えて、はい、楽しそうでした。周りも人がいっぱいいたんで、なんかちょっと戻ってきたのかなっていう。JR 西日本によりますと、今日午前の東海道新幹線博多発のぞみの自由席乗車率は 60% 以下ですが、午後からは指定席が満席の列車もあるということで、混雑が予想されています。